はい、エビバリシュガナベイベーアロハー。これいいね、レフト来ちゃうかな。ふぅ、うわ、行っちゃったね。久々いいね、ナミね。はい、こっから前出るよ。あー、出れないね。ここで熱くなる、なる、じゃない、薄くなる。あらららら、伸びませんでした。けとりあえず1本乗りましたね。はい、ということでまた沖に行きましょう。はい、じゃあ一回切ろうかな。はい、エビバリシュガナベイベーアローハー、今県です。はい、今日なんですけどちょっとね、撮り方変えてみようかなと思って。はい、今日なんですけど2020年11月の、確か今日7日ですよね。はい、の土曜日です。はい、今日ねウクレレの方を先に撮ったんで街中みんなに見せてないんで、日本人の人たち、昨日ね、昨日から来れるようになったんですけど、結局64人が来られたそうです。なんでその辺に歩いてるし、ひょっとして日本人いるかなと思って、皆さん街中見たいですよね。はい、ということで、街中を最初に撮ってみましょう。はい、この人たちは日本人かな。はい、はい、ちょっと違いましたね。はい、ということで、じゃあね、今からね、実はね、今県波乗り、海に行くんですけど、波情報ですね。はい、その前に、このチーズケーキファクトリー、夕方ね、今5時過ぎなんですが、この、雰囲気、相変わらずアメリカ本土からの人がやっぱり目立ちますね。アジア人の人は少ないですね。はい、ということで、ソーシャルディスタンス開けながら、皆さんテーブル一つずつ開けながら食事してます。はい、ということで昨日ね、今米返しちゃんとできなかったんですけど、今日はしっかりしたいなと思って、波情報にいただいた今米返し、はい、ちょっとしてきますね。はい、町口美津子さん、ダイヤモンドヘッド側の夕焼け素敵ですねって、昨日の流雲すごかったでしょ。で、流雲に関してはユッキの母さん、最後の夕焼けすごいですね、流雲良いことあるよって。そうですね、本当にいいことあってほしいですよ。はい、でね、いつもだったらここを通ってね海に行くんですが、今日はね、実はね、はい、こっちのあそこに行ってみましょう。デュークスのレストランの前。そうすればどんだけ今デュークスレストランがローカルで混んでるとか見えるでしょう、わかるでしょう。っていうことで行ってみましょう。はい、で次ね、昨日の雨の中スコール、その中でね撮影って、これまでね7ヶ月間毎日撮ってきましたけど、雨の中の撮影って実は数回ぐらいしかないんですよ。数回もないな、多分 1,2 回ぐらいだな。はい、ローカルの少年たちですね。イケメンズナイス。はい、これはどっちに避けたらいいのかな、こうかな、やっぱりサーフボードでソーシャルディスタンス。はい、やっぱりこれも、アメリカ本土からの観光客の方ですね。はい、ここね、ここなんですけど、クイックシルバー、クイックシルバーカオルンさんでしたっけ、クイックシルバーね、アウトリガーホテルのところは空いてます。はい、フロントデスクこうやってアクリル板で囲われてますね。はい、ということでどこまで行きました。はい、昨日のね、そのコメントありがとうございました。厚志佐藤さん、小暮さん、それから、りょうこさん、スコールで大変でしたね。樋口真理子さん、雨の中お疲れ様です。はい、で、小松原京子さん、突然の雨の中イケメンサーファー、とても素敵な人でしたね。はい、デュークスね、入る前のこれ行列です。というかチェックインだね。はい、ということで、元気です。ナイス。 Where are you from, guys? OK、 答えてくれませんでした。英語通じなかったのかな、今現ショックかな、なんつって。はい、ということでやっぱりアメリカ本土の人が多いですよ皆さん。日本人はこういう時どこにいるんだろう、でどこに泊まってんですかね。はい、ということで海見えてきましたよ。はい、
でね、樋口真理子さん行った、小松原京子さん、行きました。でロイカさん、雨だったのに最後は綺麗な夕焼けが、さすが今県ポジティブパワーのなせる技ですねということで、今県持ってますよねと。ほらここやっぱすごいね、人マスクもしてない人多いし、ほら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 、ここクローズしてんのにさ、みんなこっち来て、いや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 、世の中すごいわ本当に。ほら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 、皆さんの好きなギラギラ太陽やってきましたよ。はい、じゃあですね、まずここに、おー波いいね今日ね、ここに板を置いてサンダルを隠しに行きましょう。こないだ盗まれてからサンダルちゃんと隠すようにしたんだよね。はい、それからね、毎日毎日ありがとうってコメント、こちらこそありがとうございますペコリ。はい、カジカヨコさん、毎日ファイト、寝れば疲労回復って、それはないな。あ、じゃあこの木の後ろのこの辺に突っ込んでおこうか。はい、それからね、三岡川陽子さん、毎日毎日ありがとう、これからも期待してるよんって、ありがとうございます。カタマランの人たちもこうやって待ってるね。はい、それから、関口さん、毎日毎日欠かさず今日もハワイの様子をありがとうございます、自分たちがいる気持ちになりますねって。いやー、 GoPro ちゃんに変えてからね、本当にこういうね、あの皆さん臨場感バッチリでしょ、僕の目線で動いてるからねこれね。はい、それから今県への体調へのお気遣いありがとうございます。はい、ゆうこしださん、長い動画短い動画どちらにしても今県ちゃんの体調に合わせてやればいいんじゃないかなっていう、こういうね、あのお気遣いのコメントがね、モチベーションも上がるし嬉しいですよね。はい、休んでもいいよとかっていうのは、だからほら昨日も言ったけど、休まないのが前提で毎日撮影でやってるんで、だからそういうね、温かい応援のコメントをお待ちしてますよ。はい、それから77水さん、皆さんに喜んでもらえる映像は気にしないで、今県が落ち着けるところでリラックスしながらつぶやいてみたらどうでしょう。はい、ということで昨日はね、実はライフガードタワーのあそこの下でね、くつろいだつもりだったんですけどね。はい、あ、違ったっけ、あ、忘れちゃった。はい、でカウルンさん、私は分かってますよ今県さんのこと、私も今健さんが頑張っているので仕事で嫌なことがあっても頑張れます。いやいや、これでねポジティブに考えましょう。嫌なことはね、自分を成長させるためにやってきたんですよ、それを乗り越えてね、ちょっとね自分で成長しましょうって、ポジティブマインドに変えていきましょうね。はい、応援してますよって、ありがとうございますペコリ。はい、じゃあ最後にひとしさん、我らの若大将今健は毎日2本アップという大きな目標を掲げているから休むことはできない。そう、こういうことのねご理解がひとしさんは素晴らしい。だけどそんでもってヤシの木に無線カメラくくりつけて動画配信すれば問題解決になるかな、ならないだろうねって言って、俺この後にひとしさんだからさ、わかるかな、わかんねえだろうな、シェゲナベイベーってなんかありましたよね、あれが来ると思ったのにひとしさん、ちょっと残念だな。はい、ということで、じゃあね、今県このビーチの様子を皆さんにレポートしたんで、ビキムキハンターズこれでクリアしてるかな。はい、ということで、今の時間の、夕日、はい、ここで一回終わります。はい、じゃあ次は海の中で会いましょう、イエーイ。はい、皆さんアウトに出るときにサンセット撮りながら行こうと思ったら、なんとカタマランがそこに、すごいね、サンセットとカタマランがこの重なるこの瞬間、サンセットクルージング、どうすか皆さんこの臨場感。はい、でもう少しね行けばサーフスポット、サーフポイント、いいねいいね、この感じね、やっぱりね波乗り最高でしょう、よかった今日海入れて。はい、ということでね、一回じゃあ止めようかな。はい、ほら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 、じゃあ気合入れてパドルして、お、やっぱりビキムキハンターズのため、いやでもね、女の子ちっちゃいだ、やっぱダメだなそれは。はい、じゃあ後でね、また皆さん、はい、はい、サンセットタイム。はい、
じゃあタイトルコールいきます。はい、エビバリシーエナベイベーアローハー、今県ハワイ、今日のハワイワイキ波情報&サンセット情報のコーナーです。はい、落ちる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 落ちた。はい、GoPro チャンネルグリーンフラッシュ皆さん見れましたでしょうか。はい、じゃあちょうど GoPro 撮影してるんでこれ行ってみましょうか。ちょっと暑いかな、ほら頑張ろうパドリング。いやこれは暑いよダメダメダメポン。はい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 、すっごいでしょ、相変わらずサーファーこんなにいるよ。はい、じゃあサンセット終わったんで一回切ろうかな。あ、じゃあね、その前にそうそうそう、今日のね波情報いきましょう。はい、今日ねすごいんですよ、ほらサランラップでくるんできたバッチリね。はい、今日11月7日土曜日、午後ね6時前のワイキビーチ、これは乗るかな。行けましたね、今けん。うわ、レフトに振ったらライトに振ってもいるし、こっから前に出る、うー出れませんでした、うまく。はい、ということで1本乗ったんで、はい、じゃあもう一回いきますよ。はい、はい、今日の、ね、波のサイズ、サッショーはサイズ上がりました。ワイキキ223ももから腰です。ダイヤモンドヘッドアラモアナボール324腰から胸ですね。はい、ノーショアはサイズダウンしました。サンセットビーチは427 1.2m から 2m ちょいの波ですね。パイプラインは425 1.2m から 1.5m とは言ってもね、ノースでこのサイズあったら超パワーありすぎて怖いと思う。はい、でハワイ在住のサーファー、明日の波情報です。明日日曜日は今日の223のサイズキープです。今ねちょうど今県なんですけど、6時少し前なんですけど、はい、明日のね、ローター夕方がね6時3分なんで同じぐらいだから、ちょうどねこんな感じ。もうちょっと暑くなってくると波いいよね。で明日引きいっぱいの中6時過ぎとかの方がいいかもしれないね。はい、で明日のね敗退なんですけど、午前ね10時19分からなんで、やっぱ明日はね昼前から夕方にかけて、はい、でまだサンセットサーフいいでしょうね。明日も多分晴れでしょう。はい、ということでね、ハワイのサーファー、日本にいるハワイ大好きのサーファー、はい、それから日本全国のサーファーね、はい、今県ハワイ応援してチャンネル登録よろしくどうぞよろしくお願いしますね。はい、同じサーファーとして、はい、でね、なんかいろんな日本のサーフスポットの人、今度ね通信とかね中継してやりたいから、いろんなサーフスポットの人、今県ハワイにコメントしてね。はい、ということで、いえ、あれまた友達だった。はい、はい、ということで、今日もね最後まで見てくださってありがとうございます。今日はちょっと変わったような撮り方してみました。はい、じゃあ皆さん、ほらほら波来た波来た波来た、うーイエス。はい、ということで、また明日会いましょう。はいはい、Thank you so much. Mahalo, Shigena baby. Bye.